ございました。私ですね、佐原さんの言葉で一番この響いたのは、部長の耳障りのいい言葉は信用するな。これが一番響きましたね。プリオさんは魅力あるキャラクターは実際にいたらすごく迷惑な迷人。惑です。はい。これはもうグッときましたんで、これを胸にですね、生きていきたいと思いま かったです。す。本当にどうもありがとうございました。ありがとうごありざがとうごいましざいた。ました。はい、それではこのイベントを共催していただいております、宮見沢市立図書館長、中川勝彦様よりご挨拶申し上げます。お願いいたします。宮見沢市立図書館館長の中川と申します。本日は第3回氷室最高青春文学賞記念イベントといたしまして、桜井トリオさん、佐原ひかりさんのトークライブを観覧させていただきましたが、とても楽しく、本当にあっという間の時間で有意義な時間を過ごすことができたというふうに思います。桜井さん、佐原さん、本当にありがとうございました。お二人の今後ますますのご活躍をご期待いたします。今回はオンラインでの開催ということでございましたが、次回第4回の授賞式、そして記念イベントについては、ぜひ岩見沢で多くの方々をお迎えしてできることを心から祈っております。そして本日参加された皆様のご多幸とご健勝を記念いたしまして、挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。中川館長、ありがとうございました。それでは最後に文学賞に特別協力をいただいています、株式会社エビルスタ代表、酒井風太様よりご挨拶をお願いいたします。はい、ただいまご紹介に預かりました、株式会社エブリスタの代表取締役の酒井と申します。エブリスタは本日トークショーで喋っておられました、希代の天才作家でいらっしゃいます、トリオさん、佐原さんを生み出した小説投稿サイトのエブリスタを運営しております。怖ちなみに私も本小説賞に応募していたんですけれども、ガチの実力で落選しております。で、本日の話を伺いまして、改めてこの氷室最古青春文学賞に携われたことを光栄に思っております。私自身も物語の力を信じておりまして、途中トークショーの中で出ましたけれども、物語はこう日々の救済だったり、ただ楽しみにもなりますし、あとこういうこともあるんだなとか、こういう人もいるんだよなと、現実の世界でしっかりと生きるような想像力を育むものであると思ってます。なので、虹色図書館の蛇男も、ブラザーズ・ブラジャーも、そういった力を持った素敵な作品であると私も思っております。そして、第3回氷室冴子青春文学賞は既に終了しているんですけれども、第4回、第5回もありますので、本日のトークショーでご興味を持たれた方は、ぜひ応募していただけますと幸いです。それでは、鳥尾さん、佐原さん、本日は素敵なお話をありがとうございました。エブリスタとしても、これからも作家様の才能を広く世に広めるため、また、エブリスタがある世界とない世界で、違った世界を生み出すために、頑張っていきたいと思っております。では、以上をもちまして、私の挨拶をさせていただきます。本日はありがとうございました。はい、酒井さん、ありがとうございました。エブリスタ、どんな会社かと皆さん思ったぐらい含めてらっしゃいました。ありがとうござあ、いそうまでしすね。ありがとうございます。はい。た。さて、長い時間にわたりましたが、第3回氷室冴子青春文学賞トークライブはこれにて終了させていただきます。ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。そして、桜井トリオさん、佐原ひかりさん、そして栗林ちなみさん、本当にありがとう。素敵なトークライブありがとうございました。また第4回で皆様にお会いできることを記念して終わりにしたいと思います。本日は本当にありがとうございました。皆さん、長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。